違いをご存知ですか？休息や睡眠では回復しません。眼精疲労を改善する、本当に簡単、3ステップ、目全体をストレッチ、超おすすめです。噂のカンナの取り替えです。今日は眼精疲労を改善する簡単なセルフケアについての動画です。皆様は眼精疲労と疲れ目の違いをご存知ですか？同じものだと思われがちですが、実は違います。疲れ目は一時的なもので、休息や睡眠をとれば自然に回復し、体への悪影響もありません。一方、眼精疲労は目の痛みや充血、霞といった目の症状以外に体の別の部位にも影響を及ぼし、慢性的に頭痛や肩こりなどの症状が現れることがあり、休息や睡眠では回復しません。眼精疲労の原因は様々ですが、一つに目の筋肉、目の周りの筋肉の凝りが関係しています。押さえていただきたいのは、目にある毛様体筋と目の周りにある眼輪筋です。毛様体筋は遠くを見るとき、近くを見るときといった形でレンズの厚さを調節してくれている筋肉です。なのでレンズの周りに付着しています。遠くを見るときは毛様体筋がリラックスしているので、レンズは薄いままです。ですが、近くを見るときやスマホやパソコン、目の前のことに集中しているときは毛様体筋が収縮してレンズが厚くなっています。このように遠くを見るときと近くを見るときではレンズの厚さが異なるんです。なので近くを見るときは毛様体筋が収縮して緊張している状態です。ですので、パソコンや携帯など近くを見続けていると筋肉がずっと緊張しっぱなしなんですよ。良くないですよね。そのままだと凝っちゃいます。実は首や肩も凝るんですけど、目も凝っていくんです。目に限らず全ての筋肉において使いすぎは良くありません。ずっと使い続けてしまうと疲労が蓄積してしまうので、休息やストレッチっていうのは必ず必要になります。目の筋肉、毛様体筋も一緒です。毛様体筋は遠くを見るときにリラックスするので、何かに集中しすぎたときですね、ずっとパソコンを見ていた、気づけば2時間スマホを触っていたというときは、ちょっと遠くを見る習慣をつけてあげてください。ずっと何かに集中していても、ちょっとぼーっと遠くの方を見るだけで、毛様体筋、目の筋肉というのはリラックスしてくれますので、作業が 1,2 時間続く場合は必ず遠くを見る癖をつけてください。もう一つは眼輪筋です。眼輪筋はこんな感じで目の周りについている丸い大きな筋肉です。眼輪筋も一緒です。近くのものをずっと見ていると筋肉が緊張して凝り固まっていきます。これを放っておくと、たまに目の上や目の下がピクピクと痙攣することありませんか？あれは眼輪筋の痙攣なので、眼輪筋が硬くなってしまうと目の痙攣が頻繁に起こるようになります。毛様体筋同様、眼輪筋も緩めてあげることが必要です。ただ眼輪筋は遠くを見つめるからといって緩むものではないので、自分でストレッチをしてあげることが必要になります。眼輪筋というのは、先ほども言ったように目を囲むようにこのまん丸についている大きな筋肉になるので、目全体をストレッチしていきます。本当に簡単、3ステップです。時間も1分かからないので超おすすめです。やり方としては、まず人差し指を眉毛の上に乗せます。このまま軽くちょっと上に引っ張るんですね。牽引、こうグッと、ほんのちょっとグッと上に引っ張ったまま目を10秒間閉じます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 次は目の横、こめかみの部分ですね。ここを引っ張るとこんな感じで狐目になると思うんですけど、この狐目にした状態で目を閉じて10秒間です。いきます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 最後は目の下ですね。ここをあっかんべーってする時のような感じですね。こんな感じで目の下に指を置いて、下にべーってした状態で目をつぶります。で、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。たったこれだけです。簡単ですよね。今すぐにもできます。きっと後でやろうって思うと忘れてやらなくなっちゃうので、今動画を一瞬止めてやってみてください。絶対ですよ。絶対ですからね。
どうでしょう、終わりましたか？結構簡単なものなんですけど、意外とこれだけでもちょっと目がスッキリする感じがあります。これを何かに集中しすぎた時や、パソコンや携帯を長時間見すぎたかなっていう時は、遠くを見つめるのと、この目の周りのストレッチをぜひやってみてください。忘れてはいけないのは、目の周り、目全体も筋肉ということです。ワンパターンな使い方をしていては凝り固まってしまいます。硬くなって凝ってきてしまうと、血流も悪くなり機能も低下してしまうので、目の下のクマやたるみにもつながってしまいます。ですので、必ず目の筋肉、毛様体筋や目の周りの筋肉、眼輪筋はリラックスさせること、ストレッチすることを忘れないように生活してみてください。これからも様々な情報を配信していきますので、評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画で。かかる時間も1分かか時間も1分かからないので時間も1分かからないので